Janega. いい感じじゃねえか。 救わなきゃ。
命が何個あっても足りないな。でかいだけじゃなさそうだ。乗ってきた。身が悪いな。今はどこで？でも気味が悪いぞ。気にするな。
おい、気づかれた。分かってる。まだどこかにいるはずだ。あれは？
駅か。人もいないし電車も来ない。街が死んでる証拠だ。成長してるじゃねえか。なんか、が湧いてくる。めちゃくちゃに打ちまくってやろうぜ。なるべくやこんなものまであるのかよ。
再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。貶められる必要などない。よるべなき魂たちよ、肉体を捨てよ。私のもとに集え。昔ここにカッパ沼って沼があったことがあって、
たまに水死者も出てね。カッパのせいだってよく言われたよ。その前に好物のキュウリを置いてね。そしたら動けなくなっちゃったな。尻子玉を抜かれたな。カッパにちょっかい出すからだ。俺が取り返してやる。キュウリはあるか。うん、持ってるよ。よし、これでカッパを呼び寄せるぞ。出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。キュウリを食べた。警戒心が強いな。しばらく隠れてないとダメだね。近づくんだ。なぜか君たちは肉体に縛られていた。肉体こそが君たちの漆黒なんだ。ほら、お前の尻子玉だ。肉体にもう動けるだろ。醜く歪められる。もう妖怪にいたずらしちゃダメだよ。優しいじゃん。あ？気のせいだろ。